それでは皆さんこんばんは。自宅が起きますのでですね、いよいよ最後のセレモニーと、それから芸能の人間で終わりになりますと。どうもですね、2日間ご理解ご協力ありがとうございました。まずですね、自治会長から挨拶をお願いします。はい、皆さんこんばんは。三桜自治会の山内と申します。私が自治会長になってすぐコロナになりました。で、行事とか、あれは全部やめということで、でから皆さんの前で挨拶するのは今日が初めてかという。山内自治会長ってのはこんな男だったということでお見知りいただければと思います。まあ大きな台風もなんかつらっと行っちゃったみたいで、被災津神社の神様が守ってくれたのかなと、お祭りで、まあそんな感じもします。まあこの辺台風の被害が災害の少ない地域です。行田熊谷はこんないいところに皆さんなぜ人口が減ってるんだろうと思います。その人口を減ってる問題を、今日置いていただいている、高田市長様が、なんとかせんとはいかんというので、立ち上がっていただきました。これから次の挨拶があるかと思います。まあどうもいろいろスタッフの皆さんありがとうございました。なんとかで終わりすぎにできそうなんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今自治会長から紹介がございましたけども、実は今日お昼にですね、被災地神社で例大祭がございまして、その場にもですね、高田市長来ていただきました。わざわざ三桜自治会のですね、このお祭りにも来ていただいたというわけでですね、本当にありがたく思ってます。それでは市長から挨拶一言お願いします。皆様こんばんは。行田市長の高田邦子でございます。本日は三桜秋祭りのご開催誠におめでとうございます。4年ぶりの開催ということで、今日こうしてお祭りを開催できたのも地域の皆様のそのご尽力の賜物と、とても、敬意を表させていただきます。先ほど子どもたちの太鼓ですね、とっても勢いがあって素晴らしかったです。やはりこれだけの演奏ができるというのは相当練習してきたんだろうなというふうに思っております。こうしたさまざまな地域の活動を通じて地域の皆さんの絆を深めていただくことが何よりだと思っております。私も市長になりまして4ヶ月が経ちましたけれども、皆さんと一緒にこの行田を明るくまた元気にしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。秋祭りのご開催おめでとうございます。はい、どうもありがとうございました。それではセレモニーの最後でございますけれども、祝電が届いてますので読み上げます。二桜秋祭りが開催されますことを心よりお喜び申し上げます。地域の皆様とより親睦を深め、楽しい秋祭りになることを望みます。開催にあたりご尽力いただきました多くの関係者の皆様に深く感謝申し上げますとともに、ご参集皆様方のますますのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。令和5年2月10日、農林水産大臣、衆議院議員の七瀬様より、祝福いただきます。ありがとうございます。それでは、セレモニーはこれで終わります。では、その後、宣言に至りますので、出演者の、